り、ていまあ、うもし意味かな一んで、人長くいた場合さすは、がにね、もう配送ボタンをいい加私の方減でにやってる切りわけじきゃなまくすんて、で、私がいないこれ場合負は、けだなっていうのは発注見えしたたんで、方を回しそういうて、時は右回りね、に回していきます早と。いっす、僕は。うん。そんなところで何か質問了等あ解っりますす。か？以上っす。ないようで始めます。じゃあ、楽しい村でやっていきましょう。お願いします。見える時あるよな、マジで、ほんと。役なんで職こをんおな見選えるび時くあるんだだろうっさい。ていう時は見えるよな、負けが選見える択し時。ない場合、嫌余っだけていど、る役認職めがたくなランいけダど、ムで負けが振り見分えるけ時らはれま負けす。た方がいいよ。あなたの役職なはんか今占日よ、い占い師か、なんかで陣す。内がばっかのイメージなんだけど。あ、夜が霊更けま能、した。あったか。霊人能があっ狼たにか。気をつけいてつもくだ騎士さい。ばっかりやって、お霊能ほとんど守んない。サジオだけ守ったよ。他守る価値ないなと思って守んなかったわ。足してないなと思って。伝わんねえなと思って。違う方のグッジョブ狙って全部噛まれるっていう霊能。ことごとく4回ぐらい。まあいいかと思っ占って。た対象は人自狼分でのはあレりベまルせん。足してない人なんていないよ。まず俺の言ってる概念がわからない人はいいと思ってるもん、もう。SG1 の夜村人がを釣る明けまゲーしムじゃた。なく、白狼を釣るんだっていうのは。昨行夜動はが誰も死にま誰せよんりでもし白た。くなるんだ発よって言ことを言っターてンるの。に入ります。このゲーム的7に。番のプレイヤー優が秀な発狂言人しやます。狼だったら、SG1 のはい村をはい、釣るん7だよっ番て。です。占い師です。ランダムで2番さんが白と出てます。お願いします。ところで、そうですね、トップバッターの位置か。まあね、自分的にはね、まあ、決め打ってほしい。決め打ちがいいかなと思うね。霊能についてはね、22にしろ。まあ3、まあ3いっちゃったらいいんだけどね。まあ22とか盤面になった場合とかは、決め打ってほしいってところかな。まあ、それもちろんね、その辺は、もちろん精査した上でってところだけどね。まあまあ、この位置だから結構厳しいと思うけど、占い師ね。もちろんみんな単体で見てほしいかなって感じかな。ライン精査もきっちりちゃんとしていった上でってところかな。まあ、騎士についての動きは盤面見て出てくれたらいいかなとは思いますかね。結構この位置弱いから、あとは発言持ってかれるところがあると思いますから、その辺だけちょっとお願いします。で、なるべく皆さんね、60秒しっかりきっちり話をしてもらいたいところかな。そんなところで、以上です。お願いします。8番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。7番占い師ね、2番にしろ、OK です。そうですね、思考回路としては、片白でも、怪しいと思ったら全然釣るんで、ね、あとね、色を落とさない人は釣りますので、よろしくお願いしますね。はい。そうですね、他には、まあ、よくね、盤面汚す人が嫌いって言うけど、俺そういう人も人外しか見てないからね。プラスラ。全然ダメです。ムラスラは全然ダメです。はい、ヤクスラは全然 OK。アーマーとかも全然 OK ですね。はい。人外が嫌なことをみんなでしましょうね。ってことね。そうですね。まあ、シンクロとか絶対言わなくていいから。占いしか言えばいいことだけだから。とりあえず。あとね、黒要素白要素ちゃんと上げてね。あと、なんだろう。この人がこういう位置でこういう発言してるから、こういう発言してから、黒とか白とかそういう思考ロックをやめてください。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営です。7番さんが2番さんにランシロです。7、8の発言しか聞いてないんですけど、それぞれ気になったことがあって、7番さん、例の2週やったら釣り切りじゃなくって決め打ちなんですかっていうところです。僕釣り切り派なんでっていうところで、7番さんが、いや、なんて言ったんや。いや、そういうのを初めて聞いたなっていう。で、8番さんも初めて聞いたんですけど、白先でもグレーやったら釣るっていうの。22番目やったらグレーからじゃないかなっていう感じで思いました。8番さん、それは自分が釣られたくないからっていうことなんでしょうか。で、シンプルに7、8の印象はそんな感じですってことです。はい。1番のプレイヤーが発言します。お願いいたします。村人陣営です。特に使用はありません。そうですね、7番さんが2番さんに白を把握しました。まず7番さんの精査をするのであれば、新境地かなと思いますね。トップバッターでわざわざ人狼で、占い師に出るっていうのは、僕はあんまり考えづらいかなと思います。だったら、そんな発言の弱いトップバッターの位置で占い師語るっていうのは、あんまり僕は考えにくいなと思ってるから、偽だった場合は狂人かなと思ってますね。8、9の精査については、僕は8番さんについて少し疑問に思ったのが、怪しい位置であれば、片白であっても釣る。
なおかつ、グレーで色落ちしない人だったら、いた場合は、そこも釣りたいっていう発言が、どっちなのかなって、縄って限られてるから、どっちの方を明確に釣りたいのかっていうのはシンプルに疑問でしたね。キューバーさんに関しては、7番さんの発言、7番さんに対する精査っていうのは割とマットだったかなと思ってるから、8球で無理やり精査をするのであれば、9番さんの方が白いかなと思いましたね。これはあくまで今の現状での印象論ですね。以上。2番のプレイヤーが発言します。確かに普通の発言を聞けば7番さんがその決め打ち、霊能決め打ちたい、334で霊能が西洋だったら決め打ちたいって確かに強靭とは追えるけど、で1番さんがもしそこで言うならば、わからんこともないよ、言ってることは1番の。やけどじゃあ1番さんって霊能が一角するっていう想定はしとるんだ。ってなると1番さんの強靭もあるわけやろ。むしろ。だって2、2番目になってないもんね。むしろ3、2番目にもなってないにもかかわらず、1番さんが7番さんの強靭で受けるんだって思ったり。どっちかなんだよな。1番も1番で。でも、ローはないかなと思っとる。うん。村か強靭だと思ってるかな、俺は1番。でも、1番の言うとることはわかるけどね。うん。裏返して、まあ、その発言を覆すんやったら、霊能に一角になっちゃうから、そうなったら。って感じ。以上。3番のプレイヤーが発言します。うん、発言すればいいんじゃない。うん、自分が良ければいいっていう自己中なんだから。うん、スラとか、うん、あ、アーマーとか、うん、そんなやつのせいで、ま、何度負けてんだよ。いらねえよ、発言つって。村でもすれ、いらねえよ、濁すことばっかりやる。うん、じゃあいらねえからよ、8番する。何度でも釣ってやるよ。片白釣る舐めてんじゃねえよ、このゲームを。片白釣っちゃいけねえんだよ。たとえ囲われてて、イオンがグレー釣るんだよ。ゲームができない奴はもう何があっても俺は釣る。うん。いらねえよ。その考えを腐った根性叩き止めす。たとえ村でも発出ろうぜ。うん。なら？うん。ならは人外でしょ。まともにゲームしてる奴なんか人外に決まってんだろ。狂人、狼でもできることやってる7番は。わかるか？死んでもやれるかもしれないけど、人外はやる。7番と真逆方向のベクトルを取ったやつがこの世界の唯一の真だ。以上。4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。4番です。村人陣営 CEO 特にありません。7番さんが2番さんに白で把握しました。はい。3番さんが8番さんをめちゃくちゃぶったたいていることから、3、8はないのかなと思いましたね。3、8で黒黒とかはないのかなと思ってます。で、皆さん8番さんが気になるって言うんですけど、8番さんは、なんだろうな。まあ自分、ちょっと自分変わってるのかもしれないけど、まあ議論活性化するために、かざしろでも釣るよ、色落とさない人でも釣るよって。うん、それを圧かけてるような自分の感じがしたかなと思って。だから、しっかり色落とせよと。っていう感じの圧掛けに感じたから、うん、かざしろでも、まあ釣っちゃいけないと思うんだけど、うん。で、あと、ムラスラ、まあ、しないでくれって言うんだったら、あ、しないっていうのはすごく印象は良かったかなと思って。で、1番さんもそこかなりぶったたいてるから、って感じかな。その3番さんと8番さん見えないかなと思ったかな。はい。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い仕様です。はい。9番さん白、把握をお願いします。7番さんの色は狂人か狼なんですけど、今のところは狂人で追ってます。で、最終日ぐらいまで来て7番さん残ってたら狼として追うぐらいしかないです。で、2番さんで囲いはないかなって思ってます。なんでかっていうと、2番さんで白を出した後に2番さんの発言で1番さんしか叩かなかった。9番、8番も色付けをできるのに2番さんは1番さんしか色付けしなかった。これがもし狼やった場合ってヘイト管理って言って、8、9、1全員に触れて、全員を殴っとけば、2番さんは、どこにも黒塗りができるのに1番さんにしか触れなかったっていうことは、集中的な村。要素としては私は取れました。で、9番さんが村であって、で、8番さんと3番さんは結構落ち着いて結構喋ってください。じゃないと、本当に村々同士やった場合って釣ったら意味がないんで。で、俺は4番さんが怪しいと思いました。時間がないんで次の時に言います。はい。以上です。4番さんが怪しい。6番のプレイヤーが発言します。はい。5番さんが9番さんに、で、7番さんが2番さんに白土地把握です。今5番さんと7番さん、どっちも、色が個人的には見えないんですよ。で、
5番さんが4番さんを怪しいって思ってるんですけど、僕は逆に4番さんの言ってることは正論だと思うんですよ。8番さんは結構必死で、みんなに圧をかけているところから、ちょっと僕的には8番さんちょっと白く感じたんですよね。で、そこを5番さんが怪しいって思う理由はちょっと2周目で、聞きたいなって思ってます。で、他の方は3番さんは、なんだろう、ちょっと、今のところは、なんか全員、印象が悪い人はあまりいなくて、色違いないんですよ。ごめんなさい、本当に。2周目頑張りたいと思います。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はいはいはい。ということでね、平和村になりましたってことでね、2番さんの城はなくなりましたってことで、占い潜伏5城占い潜伏5城。なんで3番さんじゃあ潜伏したのだけ利用してもらおうかな、その1で。で、俺についてはもう1周目この中から例の出るのもどうしようかなと思って、一応もし1画すればいいなっていう目線でやりましたとかな。まあいないでしょ、うん、俺だもん。っていうところで5番が9にしろ。まあデカタロンで見れば5の方が真に見えるかな。で、8を叩いて 3番、俺、この位置だったら3番に行こうと思ってたんだけど、3番さんのその出方っていうのは後で聞くかな。グレーだったら俺3番って今言おうともしてたぐらいなんだけど。だから出てきたんじゃないかなって思うぐらい。で、5を強靭で見てんだ。じゃあ3番さん目線どこが黒かも言ってほしいかな。また2番さんの、白はなくなっていることから、1、2、4、6から、精査していくわけなんだけど、どうなんだろうね。今、まあ、今のこの1周のこの位置しか聞けてない段階で見るんであれば、6番さん、どうなんだろう。今、印象はいいかなと思った。ただ4番さんへのそこはいいっていうのは、まあ、わからなくもないんだけど、俺目線で4番を怪しむ視点が1個あるとすれば、3、8が陣外、違うっていう目線がある。3、8はね、同じ陣営じゃないっていう目線があるんであれば、8は別にそんなに悪くないっていう視点があるんだったら、3が狼とまで言って、そこまで言いづらいにしてもなんか悪いっていう印象あってもよかったかなと思った。そこまで叩き切れなかったとこから俺3、4、ワンチャンあってもいいかなと思ったぐらい。色見たいんだったら4番さんとかな。5番さんはまあ9番。まあ強靭名があるんだったら、1番とかあるかもしれないけど、俺4番行きたいかな。以上。8番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。現状5の方は偽と思ってますね。4の怪しいところ先に言えよ。で、今日は俺に逆らって1を釣りますね。霊能出てこないの ?1 番霊能者じゃなかったら釣るよ。大丈夫 ?1 番さん。俺に逆らってる人は釣りますよ。はい。まあ3番は占い師ってことで、まあ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 。言ってることはまあまあまあ。わかるんじゃない ?7 番に叩いた理由も。1、2のどっちか釣るから。まあ今日は1釣ろっか。今日は1釣ろ。みんなで1釣りましょう。俺に逆らった、騎士の俺に逆らった人は釣りますよ。残念ながら。太鼓いますか?いないですよね。あ、じゃあ1釣ります。はい、さよなら。9番のプレイヤーが発言します。なんか、あれですよね。多分。なんか、5番さんあたりが最初、暴言なしとか言った始まった村なんですよね、これ。よくわかんないですけど。1、2、4、6でしょう。3番さんが、潜伏してた理由はめちゃくちゃ気になりますねっていうところで、産後の精査はそこでしたいなっていうところですね。1、2、4、6だったら、1番さん、かな。僕、2番さんの方が気になるなって正直思っちゃってました。2番さんって、7番さんから白出されてて、7番が強靭ってなってて、2番さんって1番さんにしか全然触れてなかったんですよね。って僕はちょっと思っちゃいましたってところです。はい。で、1番さんは8球で見たら9の方が、でまあ、言ってくれてたってか、まあ、人狼でもそれは言えるんかな。まあ、7、8、9の欄で見たらって言ってましたね。そういう4番さんは3、8、3番さんが8番さんにめちゃくちゃ叩いてるから3、8ではないんだろう。で、5番さんが4番さんやし、6番さんはそれを変わったってことですか。どうなの橋間さんに合わすんこれ。僕に行きたいなってちょっと思っちゃいました。はい。1番のプレイヤーが発言します。
が一本してするならさよなら、それだけ言っておきますね。まあ、僕村なんでちゃんと考察を落としておきます。うん、9番さんがやっぱり村人っぽいなと思っていて、5番さんが偽だと思っても、9番さんだけは村だと思ってます。2番さんの精査がおかしくて、僕のことを精査してした上で人狼はないなっていう考察に至るのであれば、2番さん目線って、8番さん、9番さんってまだ出てない状況でグレーっていう状況だったんですよね。だった場合って、8番さんの9番さん、8番さん、9番さんの精査をした方が良くないですかっていうのはシンプルに疑問でしたね。うん、だから、2番さんが狂人をよく探してるなっていう印象があったから、ワンチャン人狼あるんじゃないかなって思ってる。で、3番さんが潜伏した理由っていうのはすごく聞きたいんだけど、なんか3番さんが狂人っぽいなって僕は思っちゃいましたけどね。うん、なんか3番、8番さんにヘイトが集まってる状況で、なおかつ明確に釣りを押している動きが、なんだろうな、もし潜伏の狂人、潜伏を決め込んでいた狂人であったの、だったとすれば、なんだろう、って感じかな。占われに来てるなっていう感じは受けたから、僕は3番さんが偽だった場合は狂人かなと思ってますね。そうだな、46、グレーの中で46の精査であると、とすれば、なんだろうな、6番さんがね、なんか結構考えてる感じで、ごめんなさい、釣り位置を言えないっていうのがね、あんまりなんか人狼っぽい発言には僕は聞こえなかったから、46を精査した場合は4番さんの方が怪しいかなって思ってるから、グレーの中では。うん。かなって感じですね。うん。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。9と1のどっちかに狂人がいる可能性が高いかな。もしくはローマがおるかなと思ったんだけど、9番さん目線4番さんって不思議に思わんかったんや。4番さんっていうのは8番さんが言うこと言葉はまともって言っとるならば、3番さんのた時が8番さんに不当って言って、4番さんは3番さん釣り寄せるはずなんだわって思ったけどね。うん、1番さんが3番さん狂人って追うなら1番さんがあなたこそ狂人じゃないんですかっていうところ、うん、今日4番とすんだが3番がね不当って言い切れないもん。4番さんそこまで言うならば、俺最初6番さんが狂人かと思ったけどね。うん、俺じゃあ俺8番さんの発言に俺は乗らんから、俺4が全然苦労あると思ってるから、もしくは5が狂人かもしれんしね。3が真やった、3が真やったら9ってちょっと黒くなったかなとは思ったけど、ね、4つ3番のプレイヤーが発言します。うん、あのさ、日本語聞いてないんだったら聞いてないって言えよ。お前ら話聞いてねえだろ。一周目の話説教レベルだよ。潜伏した理由何言ってんのお前ら。俺は7番に対して何と言ったよ。7番様は絶対的な真って言ったか。言ってないよな。発言を聞いてないんだったら聞いてないって言えよ。うん、舐めてんの目がにしろよ。1でいいよ。今の発言の2でもいいよ。もうこの1にロラすればいいじゃん。もう潜伏理由、7番に対して俺は何と言った。逆に俺が死んでない理由を教えてくれ。7番に対して何と言った。聞いてないなら聞いてないって言えよ。潜伏理由聞いてる暇があったら俺が話した内容覚えてねえか。7番に対して俺は何と言った。それが全てだ。7番は偽物だと言い切ったよな。俺が死んだ。7番がした行動によって狼が出ない。霊能すらなんかしてんじゃねえよ。チームプレイの輪を乱す奴は消えればいいんだよ。霊能すらして自己満してんじゃねえよ。平和村作った。狼が出ないんだよ、このおかげで。占い師として。困るんだよ、君のした行動が。ならずりしねえか、もう。いらんよ、もうすらする奴は。霊すらする奴はいらねえよ。狼が出なかったじゃねえか、おかげで。どうしてくれんだよ。七釣りでいいよ、もう、本当に。俺もう気分が悪いんだ、レースラする奴は。スラする自己中は消えてくれ、このゲームからよ。お前のせいで狼が出ねえんだよ、占いでよ。4番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。うん、3番さんの7は確定人外っていう言葉は自分は聞いてて、なんかあるんだろうなっていうのは思ってたんだけど、うん、7釣りはないかなと思いますね。3番さん多分てか、うん、今の発言的に新っぽいなって思ってるから俺は、3視点5は強靭になるから、うん、3進5強でいいんじゃないかな。で、ロー、うん、7、8は確定した。9、1、2、4、6。まあ、俺は白だから。実視点6、9、1、2、2人狼いるんだけど、
1番さんでいいと思ってるけどね、1番さんって5は偽っぽい、でも3は狂人って。真の占い師どこにいるんですかと思いましたけど。アンド、6は狼っぽくない。考えてたからって。めっちゃ雑だなと思ったけどな。で、2番さんに関して、なんか早口でちょっとよくわかんなかったんで、結局4釣りって、は?とか思ったけど。まあ、8は印象良かったとか、そういうふうに言ってるから圧かけてるんじゃないのと言っただけで。で、3がローだったら、例えばね、3がローだったとして、8にそこまでぶったたかないでしょっていう目線をしただけだから、じゃあ8が印象いいなら3釣りをするんじゃないのって、いや、そういう感じではないのかな、そういう感じで言ったんじゃないんだけどなと思ったけど、うん、1、2がちょっと気になってるかな、6番さんはそうだな、ヘイトを買いたくないのかなって思っちゃったけど、まあ、言ってることは真っ当かなと思ってるけどね。うん、今日は1でいいと思ってます。1に行きます。5番のプレイヤーが発言します。はい。はい。今、伊沢さんはおかしいことを言いました。4番さんは。なんでかっていうと、今さっきの4番さんの黒要素ですね。アナール草尾さん言ったら、この8番さんが騎士って出る前ですね。8番さんは白いと思います。片白でも釣るってそんなことは狼でも言いませんって4番さん言いましたよね。でも3番さんに対しては、3番さんも言ったら、白っぽくても釣るって、3番さんも言ったんですよ。そしたら8さんどっちとも白いって言わないとおかしいんですよ、伊沢さんは。でも8番だけ白いって言って、それは色が見えてる行動なんですよ。だから騎士っていうのが見えてるからこそ、4番は8番に白って言ったんですよ。で、3番が出てくことによって、で、俺の芯があるのに関わらず、3番芯や芯やって言いまくるでしょ。これは色が見えてる証拠なんです、皆さん。今日はとにかくグレー釣りです。グレー釣りならば、1、2、4、6、どれかって言いますけど、じゃあ、騎士の言う通り、1番さん釣りましょうか。多分1番さん村ですよ。私は、言ったら3番さんが狼って追ってます。3、4って追ってますけど、私はもう4番を占います。正直。多分7番さん、1番さん白って出ますよ。てか 100% 出ると思いますよ。はい、1番さんの進行論は合ってます。3、4狼か4、6狼です。6番さんは言ったら4番さんを白いって言いました。どういう理論で白いって言ったんですか?それを教えてくれないと4番さんは私怪しいと思って、そこを守りに行った狼同士って私は見てしまいます。サイコユキトさん、あなたのこと。あなたがもし村人陣営であるのであれば、4番さんの白要素をちゃんと伝えてください。私は4番さんの黒要素をちゃんと伝えました。とにかく9番さんは白で、3番さんか3、4か4、6だと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。僕は4番さん白いって言ってなかったんですけど、印象はいいって言っただけなんです。あと5番さん、正直今あ、ね、3番が死んだとは思ってます。 4番さんも3番さんが死んだと思っている理由はちゃんと述べているんですけど、3番さん最初狂人かなって思ったんですけど、3番さん確かに最初の一周目で7番さん人外って言ってたから、なんでだなって自分もちょっと思って、で今3番さんが本当の占い師だったらそれは説明がつくなって思いました。で5番さんもなんか途中からちょっと僕が頭が悪いかもしれないんですけど、ちょっと追いついてないっていうか、ちょっとなんか途中からなんか分かんなくなってきました。ごめんなさい。現状ではもう5番さん狂人で3番さん死んだと思ってて、ごめんなさい、追加します。で、4番さんは今でも印象良かったんですよね。3番さんちゃんと芯に置けるっていうところで、4番さんも白いと思うんですよ。僕がバカかもしれないんですけど。で、そうなると、で、8番さんは別におかしなことは言ってないと思うんですよ。だから、それを、言う1番さん、がちょっと怪しいなって思ってます。で1番さんも9番さんの方が真の村人って言ってるから、ワンチャン19があるんじゃないかなって今思ってて、1番さんを入れようかなって思ってます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。若者よ、私は怒っているのだ。6番のプレイヤーが発言します。
あ、そうなるよね。あと何を言えばいいのか、本当に、どうしよう、どうしよう。さっき僕が言った、2番さんは、なんか、やばい、これどうすればいい。ちょっとごめんなさい。でも、1番さんは、9番さんのことを、真の村人だと思っているっていうところで、9番さんは特に白い発言はしてないかなって思っていて、で、なんで1番さんは9番さんのことを、白だと思っているのが、結構気になるんです。で、2番さんは、1番、あれ？どっちだっけ？ちょっと待って。あ、ごめんなさい。これで負けたら本当にごめんなさい。でも、1番さんの方が、狼だと思ってます。1番のプレイヤーが発言します。8番さんに言いたいのが、僕ってグレー全員から殴られてる位置なんですよ。それでも人狼に見えますか？僕、8番さんと9番さんが出てない状況での、精査をした上で8番さんが怪しいなっていう発言は確かに残しましたけど、別にヘイトを向けたつもりはなかったですよ。うん、怪しいのは4番さんですね。僕、3番さんの新要素が全くわからなかったですよ。3番さんってただ7番さんに対して、まあ、感情ずれか、感情、論かは分からないけれども、7番さんを叩いていて、結果グレー精査って全然できてなかったと思っていて、そこの中に僕は新要素は全く拾えなかったんですけど、4番さんはそれに対して3番さんは新っぽいっていう発言を残してるんですよね。6番さんも同様です。だから僕6番もあるのかなって現状思ってました。村でも1番が悪い。3番さんに関して僕は新要素は分からなかった、うん、ちゃんと勉強しろ。今後の占い結果によって精査はできるかなって思ってるから、別に食ってかかるわけないだろ。そこで新要素は取れたつも取れなかったな、僕はシンプルに。うん、だからそこでなんで取れたんだろうっていうのは心配に思ったし、それに対して6番さんが4番さんのことを対して村置きをして、うん、1番が悪い。若者よ、これが死んだ以上もう1番は危険分子、いても意味がない、勝てない。1番がいたら負ける要素を減らすしかない。勝てない人を釣る。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。なんか本当にごめんなさい。本当に村人陣営です。ただの何も役職もない村人なんですけど、本当にごめんなさい。なんか全然言えることはなくて、ただ、4番さんがおかしいとは思ってなかったんです、本当に。で、1番もさっきも全部言ったんですけど、3番さんがなんで死んだと思ったのが、割と3番さんは、ちゃんとなんか、圧をかけてきたっていうか、なんで言うんだろう。確かに3番さんでなんか1周目で7番さんが偽物ってはっきり言えるっていうのは、自分が占い師っていうのは全然数字が通るかなっていうふうに思ってます。で、5番さんは狂人かなって思っております。すいません。夜が更けました。うん、人狼に気を占い師の方は、私は怒っているのだ。2番の色である程度見えてくるんじゃないかな。2番の色次第で9番がどうカバーかなんて見ればわかるんだけど。占った対象は人狼ではありません。迷ってる4番黒かもしれない。夜が明けました。一応出さないわ色は。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。4白2白6白そうなんや。3番さんが真やったら5番さんが狂人ってことですよね。で、5番さんが真やったら3番さんは、まあ、狂人でやってるか、まあ、ローでやってるかっていう。まあでもそうか。まあ、5番さんの4番さん占いも真っ当やし、3番さんも一瞬2番さん一人で入れてたから、
まあ、どうなんか。そうか。逆に三人ローローとかってあるってこと？これ、普通に。4番、ちょっと待って。1、2、4、2。一人狼か二人狼で、3、5、2、一人狼でしょう。でもこれ、一番さん行くのは無理なんか、これ。でも、占い決め打ちしか？どんなんやろ。ちょっと待って、マジでわからなくなってきた、普通に。7霊能のボクス村で、でも一番さんなんで僕にするよ。なんか、結局一番のプレイヤーが発言します。を村だと思った理由は、7番さんがどっちか、最初の1周目で、ね、発言したときに霊能者については決め打ちをしたいという発言に対して自分はロラを完遂したいという持論を述べていた点が、なんだろうな、狼だった場合ってそれってなんだろう、盤面に関して狼が出にくい状況を作る必要がないと思ったから、僕は9番さんのことが村だと思ったから、ほぼほぼ僕は新郎だと思っていて、なおかつ牢が囲われたなってちょっと思っちゃってるかな。9番さんが村だと仮定するのであればってなった場合はどうだろうね。3と5、微妙なんだけど、そうだな、結果3番さん自分の方にずっと投票してるんでしょ。わかんねえな。占い師に関しては5が神っぽいんだけど、4があんまり白っぽくねえんだよな、正直。だから5番さんあんまり旬、いやー、4か。俺三神も割と追っちゃったから、今の白、白っていうので。正直俺わかんないっすね。ただ僕は9番さんだけは村だと思ってるから、これはずっと引き続き言い続けますね。ぐらいっすね。僕釣ったら終わりですね。今日は占い師決め打ちです。片白も含め、占い師も発言も決め、考察を聞いた上で決め打ちますね。僕は村なんで。そうっすね。考察的には5番さんの方がちょっと新っぽいなっていうのは感じてますね。ただ、4白っていうのがあんまり消せないかなと思っては。だから3番さんの新も追いたい気持ちはある。だから3番さん頑張ってほしいし。2番のプレイヤーが発言します。なんで1番さん最終的にさ、琴さんで新郎って追ってんのか意味がわからん。で、9番さんも意味不明なのか、9番さん目線4と2に白が出てて、琴さんが CO してる盤面だったら、9番さん目線で1黒くってなんじゃないんですかって思ったけど。なるほどね。1番さんがローで、9、1ローローだとしたら、5番さんの狂人、3番さんの狂人のどっちかにいるからアピールしたんか。ってなると、9が1を釣りたくない理由も明白かなと思った。もしそうなると、もし5番と3番で強自分で取るなら4番さんの白い、俺は白しか出ないって言ったところ、まだまだではあるかなと思っとるかな。一人しかまだ行ってないからね。だからこそ4番さんって何もあるのかなと思った。今日絶対1落とす。9番さんが1を行かないっていう意味がわからないから、気楽に。1を落とす。以上。3番のプレイヤーが発言します。あのね、もう9か4には狼がいます。最低1人は。つまり5番が偽ってことが分かってます。はい。だけどまあ、いいんじゃない ?1 で。9、1、4の中に3分の2、66% 狼います。9、1、4の中に2人います。はい。まあ、1が村だったらもういいんだよ。6つった村が悪いんだよ。なら1でいいよ。なら負けるから。5と狼2人の票が俺に入って。スラするような、どうしようもない、使えない霊能がいるから6釣るような。論外な奴だから、人の心がわからないから6が白だってことに気がつかないんだよ。1を黙って釣ってればよかったものを。スラして自己中プレイの極み。結局占いに狼が出ない。しっかり謝れよ。その舐めたすらもうするんじゃないんだよ。今日1でいい。1行こうみんな。9と4いけんだろ。これとももう9、4、9、狼だったら負けだからどうせ。
7番のせいで負けたんだから。面をするのは自己中プレイなんだよ。自分のことしか考えてないんだよ。考察を濁らせ、たまたま位置隠したからいいけど、二人、霊能がいたら君から釣られるよ。ほんと何、平和村作る。いらねえんだよ。占い精査するゲームなんだよ。わかってるか？占い精査するゲームで平和村作るとお前何やってんだってレベルなんだよ。何のためにこのゲームしてんだよ。7番は消えろ、このゲームから。3番のプレイヤーが発言します。はい。2日目お願いします。そうだな、3番さんが、1番さんがね、初週っていうか、1日目、3番さん、真に見えないんだよね、真要素ないんだよねって言ったけど、真占いじゃなかったら、例えば、7がローだとしてね、7がロー、占い使用して、2にしろ、で、3番さんが潜伏、5番出てきた。で、3番さんは、3番さん視点で5は白出てんだから、7がスラしてなかったら、1匹連れてるわけよ。そこわかんないのかなと思って、そこって真感情じゃないって、俺は思ってるから、今でも3番さん死んだと思ったけど、5番さんがなんか、意味もなく4番黒い、4番黒い、3を白で、死んでみてるって。いや、この新要素って俺ないと思ってるけどね。で、でも、5が、ローなら、普通に、ね、俺に黒出せばいいんでしょ。もう完全にガンガン黒塗りしてんだから。だから5強人でしょ。だから3白でしょ。あ、3神でしょ。で、自死点5強。まあ、三神だから、一級ローローでしょ。だ三番さんが言ってた通り一でいいんじゃないのと思ってるけど。まあ、九でもいいけど、ね、どっちでもいいけど。自して。だから、占い決めちゃうも三神でいいと思ってるけど。うん。まあ、初日で囲ってんじゃないのと思ってるけどね、五級で。で、ああ、そっかそっか、自視点で、あ、そうだな、一級。だから一級つって終わりでしょ。うん。そこの要素を拾えない一番は、もう黒いと思ったけどね、三の。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、まず最初に喋りますけど、3番さん、暴言だけはやめましょう。ゲームで最初に言ったんですから。え、それは、モラルに違反してます。俺は暴言言ってんじゃない。4番さん、白です。俺は強人だった場合は、正しいことを言ってる。伊沢さんを暴言ってのは意味がなく言ってんだ。白って分かっとったら、もう、レースラする奴らには説教しなきゃいけないんだ。本物なんすよ。ほんと意味がないことだばっかりやってる。3-2か3-1なんすよ。自分だけ良ければいいプレイなんかもう必要ないんだよ。なんでかっていうと、ヒロちゃんって今日昨日アーゲ発言して新っぽい発言をしたのに残ってるじゃないですか。騎士は言ったら、騎士が噛まれるっていう場合より、ここ6番さん白がやられた場合って、占い師どっちかがやられてもおかしくないんですよ。私も死ななかったのは謎ですが、ヒロちゃんさんが死ななかった理由は辛労だからです。伊沢さんが信じてくれない、信じてくれないのはちょっと悲しいですが。で、私は一番さんの白要素を、じゃあ明確に言いますね、伊沢さん。もう無理なんだよ。三人っていう要素。一番が村でミスリードしてたんだから。一番さんは初日、全員から殴られました。で、1と6の乱になりました。一番さん釣られる可能性がありました。それなのに、じゃあ一番さんは、否定すればよかったんですよ。騎士対抗とかでも、うん、8番の対抗でわざわざ。それなのに一番さんが何も出なかったっていうことは、村人なんですよ。14とか94だったら。分かってください。で、私が本当に黒陣営、強陣やったり、狼やった場合は、伊沢さんに黒を打ちます。とにかく3人です。3番さん釣ってください。そしたら色見えますよ。4が黒だったら負けない。白色パーカーさん、3番さん黒です。悲しいけど負けた。5ゲームで暴言でバカバカ言うのは勝った。7番のプレイヤーが発言します。暴言じゃないんだよ。正しいことなんだよ。まあ、俺は別に暴言とか言われても別に気にはしないんだけど、精査がちゃんとしてればかなってところ。5番のただ4占いで白かっていうのは、なんかその伏線で4怪しい視点からの、囲いの目線あったんかなと。別に5番さんの自分が強人だったら黒打つよ。4級だったら何でいいんだよ。4番の発言って黒いから白で囲うことって全然あるかなと思ったかな。3票俺に食らうからもう無理だ。ただ3番の俺も、その、さっきの占い精査をやるのが、人狼でしょっていうのはその通りなんだけど、部屋村すんのはおかしいって、まあまあ、わからんくもないんだけど、だったら俺が占い出てる段階で3番さん出て、俺との真っ向勝負するのがいいんじゃないのと思ったんだけど、もし本当の新占いだったら。なんで潜伏しちゃったんだろう。しかも出てタイミングめちゃめちゃ遅いしね、5番さんで決まって8番まで出てきてっていう段階でのやつでしょ。もともと決まって潜伏する理由があるんだったら、それ出てよかったんで。外したら負けだから。だからパッションだけで言ったら3番かもしれんけど、
そのファッションどうなんかなと思っちゃったから、まあ別に俺で、それで負けちゃったら、俺がこんなファッションで10枚だったらやばいだろ。本当にごめん。普通に考えたら。もう謝るしかない。もう罵倒され、罵倒されるしかないかな、そうなったら。だからワンチャン、うん、罵倒じゃなくスラをやめればいいんだよ。この試合、そのために落としてもいいんだよ。うん、ただから6を釣ったことがあなたの第1000番レベルだ。あの6を釣るべきじゃなかった。完璧に発言してないから人外だ。本当か。3番もそこでなんとかフォローの。だからもう俺は維持するしか生きる道はないが、もうほぼほぼ無理だろ。に訂正していたけど。こういう霊能は守らなくていいから。が絶対黒っていう発言はよくわからん。もう霊能でもうセンスが合わない人も守ったって勝てないんだから。自分と意見が似てるようにないければもう無理だから。3号でいこう。3号。3号に行けよ。全プレイヤーの発言が終了しました。いいよ負けても俺たちは1簡単に結論何日だって言ってんのに3号を押すような霊能がいたら負けだから。この盤面も分かってない。もう超重要な盤面だって。うん、2番7番が霊能だから負けるんだから。大事な盤面分かってない。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはあなたは他のプレイヤーにより追放されました。うん、遺言を発表してください。つまり7番がいたことが先犯、7番のプレイが大先犯。うん、7番がしたプレイというのがもう負けだから。うん、7番のプレイが負けに導いた。やらなくていいことをわざわざやって自分が正しいと思って6番のような村の人を釣る。1,3でいいって言ってるのにもかかわらず 5,3 にする。票が分散されて負ける。俺は言ったよな。二郎がいて、必ず二郎は俺に来て、五番の票が入って三票確実に食らう状況だって言ってる。一三だって言ってるんだよ。一番と三番の戦いなのにわざわざ五三を言ってる。安定進行も取れない。レースラをする。もうこの世界から消えればいいんだよ。決め打ち盤面だったんだよ。もうほぼほぼ勝負どころの。俺がこのパッションで熱くなってる。村決定だろ。村以外何があるんだ。チームのためを思って、そんなスラをするんじゃないって言ってる。俺が人外で言ってると思ってるのか。その感性、センスなんだよ。センスゼロの人間がこのゲームをやるんじゃないよ。機械的に村りがなければ、偽であり。俺は暴言を言ってない。正しい正論を吐いてる。俺が暴言と思うんだったら、このゲームやめればいい、5番は。6番の村という感性もわからない。感覚、センスがない。人のためにもならない、自己中のスラばっかりする。勝負どころがわからない、勝負感のなさ。一三であれば一三の精査をしなきゃいけない。票も分散させる。おかげで4番が 5番に行く。4番人外がわかんないけど。だから負けんだよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いいんだよ。熱くなきゃダメなんだよ。間違ってることは間違ってるって言えることが、正しいんだよ。間違ったプレイに対して間違ったって言えないやつが問題なんだよ。これでも伝わらないような人間がいたってことだよ、村に。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。小馬さん、占い先どこなんですか？そうなんですか。あ、小馬さん、僕人狼っす。1番のプレイヤーが発言します。負けましたね。僕は村人だったので、はい。まあでも3番さんへの投票で3番さん進かなって僕は思っちゃいましたけどね。てか2、4どっちも怪しいんだよな、ぶっちゃけ。てか僕最初の週でグレー精査をしたときに、グレー精査をしたときに6番さんのことは村っぽいって発言を僕したと思うけどな。だから4人どっちかに人狼がいるっていう発言は僕残したはずだけどな。それで6番さんが白だったからといって自分投票っていう13っていうのはもうその時点で負けロードだったと思うんですけど、それでももういいんだよ、この試合。もう。僕、初日からグレー全員から叩かれていて。負けロードでも1、3でよかったんだよ。負けロードでもよかったんだよ。何も何者でもないですね。
はい。今日困る。その辺レベルの決め打ちだよ。9番さんに投票します。俺の芯が見抜けないレベルなんだからさ、もう、引くほど引くわ。これで俺が芯がなかったら俺何もなんだよ。もうやべえやつだろ。俺からずれって言っててさ、4番さんってめちゃくちゃ黒発言したのにもかかわらずな。うん、で、1番さんも9番さんが白く見えるんだ。意味がわかんねえ。で、5番さんに言っとく。3番さんの教鞭は、暴論やから、暴言ではない。でも正論は言ってるよ。間違いなく。村の考察が、鈍るからやめてくれという3番さんの占い師としての動きやと思うけどね。村やったらさ、意味わからん。自分の考察に不要なことはしてくれほしくないやん。うん。逆にそこが怪しんでもらうから、8番みたいな感じのやつ。わざと黒くなっていったやろ、8番、自分から。うん。で、ここを叩いたとこ、釣ろって感じだったやろ。だから1番釣りをしたやろ、8番。めちゃくちゃ分かりすぎ。うん。4級だろ。うん。以上。うん。4番のプレイヤーが発言します。いいね、はい。3日目お願いします。3番さんって1番さんに似てんすよね。あれ4級、4級ですけど、1番さんに入れてますよ、2番さん。2日目。はい。5番さん、ありがとうございました。2人とも黒だったのを白出してくれました。ありがとうございました。5番さんの、5番さんがどこに入れるか合わせます。5番のプレイヤーが。もう勝負どころだったんだよ。もう。一が狼じゃなかったら負けない。いいんだよ、その試合。3番さんの7番さん、人狼をやめろっていうのは暴言だったと、2番さん、私は思います。それが暴言じゃなかったんなら、ヒロちゃんさん、申し訳ない。ごめんね。うん。それは私の2番が暴言だと思ってないんだろ。だったら暴言じゃないだろ。1番さんつっても正しい気持ちを伝えてる人間が暴言にはならないんだよ。うん、聞いてないんだよ、この人間は、この5番は。3番さんは、俺を暴言で捉えてるんだったら、もう5番はやめた方がいいんだよ、このゲームを。ちょっと思考ロックが強すぎたから。センスがないんだよ。村って私は言いました。2番が俺の話を聞いて分かった人がいたんだよ、一人でも。てたから9だったら俺のは暴言じゃないんだよ。なんでかっていうと、この2人っていうのは、LINE をわざわざ作らせない位置。で、1番さんは全員から叩かれた位置。2日目も言いましたよね。フランクさんはほぼ村なんです。言ったら身内切りも負わされてない。しかも、騎士からの指定が入って、1と6の欄になっている。で、1周目ですね。君の自己満はいいから3票、3票で、同票になりましたよね。6番さんと1番さんって。ここ、村同士で同票にならないとおかしいんですよね。言ったら5票2票とか。もう言ったじゃねえか。4球なら負けなんだよ。あれ勝負どころなんだよ、別に。もう負けでいいんだよ、1が狼じゃなくて。同票同士やと、6、1ってほぼ村なんです。そこら辺は覚えちゃった方がいいかもしれません、ね。5、3で、もう3票が入るってのにもかかわらず、脳なしの例のがいて負けるんだよ、もう。だったら最後のチャンスにかけてはいいんだよ、もう。だから無理やり3番さんを作ってくれって、白いお母さんに言ったんですけど。5番つったところで、2番の石が変わらなきゃ1球つって負けんだから、同じなんだよ。ごめんね、3番さん。だから、早いか遅いかの違いなんだよ。残った2番が決めることだから、2番が1って言ってる以上、もう変わらないんだよ、もう。同じことなんだよ。5番いて先伸ばしたとこで意味がないんだよ、もうこの試合。言ったじゃねえか、もう。3分の2外したら負けだって。うん。そういう決め打ちだったんだって。1で負けたとしてもそれはしょうがないんだよ、もう。うん。投票が終了。勝つことを言ってるんじゃない。万が一、追放されるプレイヤーは 66% の勝ちにかけただけの話。33% は負け。うん。だからいいんだよ。7番がすらしたことが負けの範囲だ。使えないわ。マジで使えない。お疲れ様でした。マジで使えない。